演芸画法は1907年から1943年まで刊行されていた歌舞伎雑誌。戦争の激化を背景に情報局の圧線によって他の演劇雑誌と合併され習慣となったが更新となった演劇界が現在も発売されている。月刊誌として刊行された演芸画法は通刊にして440巻を数え、 覚悟は歌舞伎に焦点を置きながらも、進化、新国劇、喜劇などを含む、商業演劇や、進撃、邦学、舞踊、人形浄瑠璃、落語、講談、映画、大道芸など、当時、演芸という言葉の五感の中に包含されていた、あらゆる分野の芸能を取り扱っていた。記事についても、関東の舞台写真、芸団、劇表、 研究といったものを中心に、読者投稿の科や、演者のゴシップといった類の記事まで、実にバラエティに富んだ内容が掲載された。1934年1月号、新年号は、毎年4代目、鳥池与忠が表紙を描いた。中でも、名物記事としてよく知られていたものに、名家新総録と芝居見たままがあった。名家新総録は、俳優や、 演者の素顔を知りたいという観客の心理に応えるように歌舞伎、文楽、能の演者たちの略伝を聞き書き形式で綴ったもの。もう一方の芝居見たままは舞台演技を市場に再現することを目的として歌舞伎を中心とする演劇の舞台上演の様子を読み物風また実況中継風に記した雑誌記事であったが大変人気を博したためたの雑誌でもそのまま同盟の 記事が連載されるようになるほど一般名詞化した。画報という名の通り、多い時で、総ページ数の4分の1ほどを占めた役者及び、舞台写真にも、記事以上の人気を集めた。ことに都市部以外に住む人間にとっては、演芸画報の写真が、同時代の役者を知るための一大情報源であり、雑誌の創刊以降は、地方巡業の際などその土地の観客たちが、 画法に出ていない役者はほとんど問題にしない、というような事態もあったという。また、高橋誠一郎は、演芸画法の前世時代の逸話として、画法の原稿が入ると、印刷所は他の印刷物の進行をストップして、画法優先で仕事を進めたほどだったことを記している。厚見聖太郎、三島総選、藤沢製造、安倍豊からによって編集された紙面には、 長い花風や幼い香るといった作家が文章を載せ、画家では、カブラキキヨカタやナトリシュンセンも関わっていた。安倍豊か撮影の舞台写真を使用した1928年5月号の表紙。1907年1月1日に総刊号が発刊、定価は30銭で、中田達三郎が初代編集長を務めた。といった事によれば、中田はもともと慶応義塾を出た後、 時事新報や26新報で政治記者として働いていたが、すでに廃刊になった演劇雑誌の写真原盤を買うことを持ちかけられたのが、きっかけとなって全然の素人ながら演芸画法を始めたという。中田はまた、総監にあたって、慶応の同期で当時議員だった菊池武則から資金の援助を受けたため、雑誌最初期の社長職には菊池がついた。 このような経緯から、初年度の紙面には、伊藤博文、西園寺金持、清浦慶吾らの書が掲載され、その後も、生在怪人からの寄稿がしばしば見られた。演芸画法は、自社撮影の舞台写真をふんだんに使ったことに加え、先行の第一次、歌舞伎が、研究雑誌としての側面が強かったのに対して、娯楽職、 大衆性を全面に打ち出したことによって、創刊号から評判が良く、再販となった。続く3月号からは、名家新総録、11月号からは、芝居見たまま、という順に後々、演芸画法の名物となる、企画の連載も早い段階で開始され、雑誌の認知度上昇へと繋がっていった。こうした取り組みの結果、1年目の終わり頃には、発行部数1万部を超え、 1908年3月には読者を招待して歌舞伎座で創刊1周年記念の特別公演を行った。また、同年12月に有楽座が開場した際、演芸画報道人の作詞で長唄、静野小田ダを提供したが、この演目は今日でも上演されている。1912年4月、 当時の一大出版社である博文館が演芸画法の好評ぶりを受けてほぼ同じ体裁の演劇雑誌、演芸クラブを創刊し、岡村志向と生田長介を編集に迎える。それから一年経たないうちにも、大正演芸、1916年には伊藤古町園の出資で、新演芸という名の類似雑誌が次々と発刊された。 演芸クラブについては1914年に演芸画法に買収合併されたが他の雑誌との競争状態は第一次世界大戦の影響によるインフレ下で低下を改定しながらある程度継続した関東大震災が起こった1923年9月1日はちょうど9月号の発売日に当たっており出荷の直後に地震が発生社屋は倒壊を免れたものの 午後の大規模火災によって消失し、17年間に撮影した2万枚の種板その他は浮遊に返してしまったと厚見聖太郎が記している。演芸画法はその後3ヶ月の休館期間を挟んで翌年1月に復館。第1号の定価は80銭で、後に震災以前と同じ1円となった。競合誌の新演芸も復館したもののスポンサーだった。 伊藤古町園が資金を引き上げたため、1925年4月で、週刊、いよいよ、同種雑誌は、以降本誌だけという状況となった。震災以降の、園芸画法は、厚見聖太郎と、新園芸の廃刊で古巣に戻ってきていた、安倍豊良人の主導で運営、編集されるようになったとと,ともに、内容も徐々に、歌舞伎専門の研究雑誌としての色が濃くなっていった。 演芸画法最終号の目次及び、配管の字、お願い。1943年、第二次世界大戦の劇化によって、演芸画法は、情報局の指示の下雑誌統合の対象となることが決まった。戦時下の用紙不足を背景として、国民演劇、演劇、あずまたから、現代演劇、宝塚歌,歌劇の5つの演劇雑誌と合併し、 新たに設立された有限会社日本演劇者から研究、評論が中心の日本演劇と観客を対象にした鑑賞指導が目的の演劇会が創刊された。二つの雑誌のうち、安倍と厚見は演劇会の方に移り演芸画法での編集方針をそのまま踏襲したために演劇会は実質的に演芸画法の後継雑誌として考えられている。 演芸画法としての最終号となった1943年10月号には、平常通りの前月劇表と並んで、37年間、数ある雑誌の中でも5本の指に入る古顔となっただけ、今解消に際して、考えも無料でありますが、この歓迎機会に尽くした点では、多少の自負もあり、いささかの悔いはありませんと書き綴られた、配管の字や、関係者による配管を惜しむ気候文、 厚みの演芸画法略しといった記事が掲載された。また、全金で支払っていた読者には送付される雑誌が自動的に演劇界に変わるという説明も付けられていた。長年にわたり幅広いジャンルの演劇を記録した演芸画法は古い演目を復活上演させる際の転居として活用されるなど、研究資料としての評価が高く歌舞伎関係者からは、 トラ巻と呼ばれることもある。また、演劇に限らず、明治、大正、昭和にかけての日本の近代化の記録として読む、研究者たちもいる。このため、復刻版が、富士出版及び31書房によって刊行された、他、国立劇場芸能調査室によって参観立ての演芸画放送作品が編集された。特に、芝居見たままは、 戦前から単行本が2、3出版されていたが、近年にも、国立劇場によって、明治記念載文が資料修正としてまとめられた。矢内賢治は、近代歌舞伎における、演芸画法等の演劇雑誌の役割の大きさを踏まえ、そうした雑誌の記事の研究に、重要な意味があるにもかかわらず、雑誌それ、自体を対象とした研究は、十分に行われているとは言えず、 その中心的な記事であった芝居見たままを対象とする体系的な分析もなされていないのが現状であると述べている。掲載された写真という観点からは、村島彩香が演芸画法を我が国初の演劇専門グラフ雑誌と位置づけた上で演劇写真が限られた範囲で流通するメディアからより広範な不特定多数が享受するメディアへと変化していった。 転換期の一翼を担ったとし、安倍豊か撮影の演芸画法の写真が持っていた独自性について論じている。ABC 国立劇場芸能調査室、演芸画法創作員の刊行にあたって、演芸画法創作員一般編平凡者、1977年、i3。ABCDFGH e 厚み聖太郎、演芸画法略士、演芸画法第37巻第10号。 1943年10月、4から7ページ。A.B. 解いた工事、前書き、演芸画法、人物史青返る坊。1970年、19ページ。A.B. 森西真由美、観客の視点、演劇雑誌、歌舞伎文化の書籍岩波書店、岩波講座歌舞伎、文楽。1998年、95ページ。A.B.C. 森西真由美、観客の視点。 演劇雑誌、歌舞伎文化の書籍岩波書店、岩波講座歌舞伎、文楽、1998年、96ページ。矢内賢治、第4節、芝居見たままの成立と展開、明治の歌舞伎と出版メディアペリカンシ2011年、125ページ。AB 矢内賢治、第4節、芝居見たままの成立と展開、明治の歌舞伎と出版メディアペリカン 2011年、126ページ。安倍豊、写真の嫌いだった松助郎、演芸画法、第21巻第10号、1928年10月、60ページ。高橋誠一郎、芝居の雑誌祝辞に変えて、期間歌舞伎第 1, 第1巻第1号、1968年7月、13ページ。とい浩二、前書き、演芸画法、人物史青がいる棒。 1970年18ページ。安倍豊園芸画法社長、中田達三郎飼育、園芸画法第36巻第5号、1942年5月21ページ。といた、康二、安倍豊園芸画法、人物史青がいる号、1970年419ページ。エイビートキミチコ、園芸画法、日本大百科全書小学館。 ジャパナレッジ版。静岡牧、日本国語大辞典小学館、ジャパナレッジ版。戸板、た、二、幼い香る、演芸画法、人物史青返る坊、1970年、120ページ。AB 鳥越文蔵、がえる演芸画法、読売新聞、1977年6月6日、長官、8面。藤田博史、演劇界とその周辺。 歌舞伎研究と批評第45巻、2010年9月、5ページ。豊田た工事、前書き、演芸画法、人物史青返る坊、1970年、16ページ。AB 近藤法一、演芸画法、演芸画法、審判歌舞伎辞典平凡社、ジャポンノールで自慢。配管の字、演芸画法第37巻第10号、1943年10月。 1>, 1ページ。お願い。演芸画法第37巻第10号。1943年10月。1ページ。時みちこ。舞台作りを奥に御前化粧協国立劇場。演劇会。第33巻第10号。1975年10月。68ページ。渡辺とつ。私の。演芸画法誌、朝日新聞。1977年4月11日。 東京、長官、11面。富士出版、園芸画法昭和編、昭和2年昭和18年間、全68巻、復刻版。2021年2月19日閲覧。園芸画法創作員シニア図書。国立情報学研究所。2021年2月18日閲覧。神山明、芝居見たままの魅力、舞台の記憶装置。 芝居見たまま明治編1独立行政法人日本芸術文化振興会歌舞伎資料選書2013年9ページ芝居見たままからシニア図書国立情報学研究所2021年2月18日閲覧矢内賢治第4節芝居見たままの成立と展開明治の歌舞伎と出版メディアペリカン社2011年127ページ 村島彩香、幕末、明治期の日本における演劇写真の発展と変遷、演劇学論集日本演劇学会起用第52巻、2011年5月、67ページ。5月号の発売禁止について、演芸画法第5巻第6号、1918年6月、奥付け。ありがとうございます。